スタンドアップ VTV087 第87回です。今回はトレード開封動画をお送りしたいと思います。それでは今回のお相手はお二人います。お一人目、ビビオ9513、ビビオ9513ですね。そしてお二人目がアインハルトさん、アインハルトさんですね。このお二人の開封をしていきたいと思います。それではまずお一人目、ビビオ9513のトレード開封をしていきたいと思います。荷物はこのようになっております。水で折り曲げ現金と書いてくださっています。助かります。黒猫メール便で送ってくださいました。結構ね、この辺からなんでこの辺から切れて、はい、では、中身を取り出しました。中身取り出しちゃいましたね。はい、このようになっております。では、取り出しまして、スタンドアップで包んでくださっています。スタンドアップで20ですねにしてくださっています。はい、ではスタンドアップ取りまして、この厚紙でしっかりと挟んでくれていますね。これはありがたいです。はい、ではこちらがメインですね。白が、こちらがメインになりますので、こちらのオリパの方から開けていきたいと思いますと。はい、オアシスガールありがとうございます。これはですね、トライアルデッキ版のカードですね。ノバグラップラのトライアルデッキに入っているこのかわいいこのキャラクターのやつですね。ありがとうございます。これ嬉しいです。はい、オアシスガールが1枚、2枚、3枚、4枚。ありがとうございます。貴重なカードありがとうございます。はい、それでは、次、ドン。はい、ここの騎士、ガンスロット。ありがとうございます。いいですね、こちら。そして、次、メイディング・オブ・ライブラ。ありがとうございます。そして、ドン。未来の騎士級。そして、ドン。バトルシスターショコラ、そして次がドン、イニグマンストーム、そしてドン、クリムゾンビーストテーマペールムーンですね。そしてドン、ヒートネールサラマンダー、こちら4段の、カゲロウですね。はい、でドン、ディメンジョンポリスダイヤモンドエースです。そして最後の1枚がドン、はい、ファントムブラスタードラゴンシャドウパラディン、今、一番人気といっても過言ではない、このカードです。ありがとうございます。はい、ということで、こちらのカードたくさん結構ありますね。そしてオアシスが結構嬉しいです、これ。はい、おまけの方をいただきました。それでは、今の開封がこちらの方、ビビオ9513のトレード開封になります。それでは、次の方、はい、がこちらの方、アインハルトさんとのトレード開封になります。アインハルトさんなんですが、この方は、ニコニコ動画ですねで、まあ知りまして、アインハルトさんのこと、それで、まあ、トレードの方をしているということでしたので、スカイプでですね連絡を取り合って、トレードさせていただいた方です。まあ、黒猫メール便ですねで送っていただきました。初のなんかこう流れになるんですが、はい、まあ、今回このようにですねトレードできることを嬉しく思っています。では早速開けていきたいと思います。チョキチョキチョキンと、はい、ではこのまま忘れないように中身の方がこのようになっております。はい、ではこう取り出しまして、なんだこれ、職務なんとかとか書いてあるんですけど、なんか面白い紙で包んでくださってますね。これは何でしょうね。はい、こちらの紙を包んでいるんです。はい、というわけでこちらの紙を外しまして、はい、たくさんの外れ券がなぜか入っておりますね。はい、そして、間に何かいろんなカードが入ってまして、こちらも外れ券ですかね。はい、では、こちらから公開していきたいと思います。お、やりました。トップアイドルアクア、ありがとうございます。嬉しいです。これ嬉しい2枚です。そしてこれはメインでしょうかね。はい、ではこちら、お、やったー、超電磁生命体ストーム、これ今すごく探してました。ありがとうございます。嬉しいです。はい、こちらですね、ノバクラップラーのグレード2のユニットになるんですが、トライアルデッキにしか入っていないカードですね。今僕の前回というか前紹介した大会に出たノバコロニーに必要なカードなんで、とても助かります。ありがとうございます。はい、では、次のカードがこちらです。ドン。お、やった、これまたやった、オアシスガール。うん、なんか不思議な光景ですが、ビビオさんもオアシスガールくださったんですよねなんでしょうね、この同じ日にオアシスガールをおまけで入れてくださる方が2人届くっていうこれは珍しいことですよね。はい、ありがとうございます。嬉しいです。はい、では、早速ですね、メインの方に行きたいと思います。とシュテルンブラウクリューガーですね。はい、こちら、新しい第4弾で出たノバグラップラーのグレード3、こちらのカードがですね、1枚ではないです、はい、2枚あります。はい、そして次が、はい、次がですね、こちらドン。はい、ブラウクリューガー、こちらがですね、要するにこのシュテルンブラウクリューガーの第2形態、第3形態というんでしょうかね。第1がじゃあ、第1が0だとすると第3形態になりますね。グレード2のブラウクリューガーになります。で、こちらの方も、はい、2枚とさらにこちらに2枚計4枚あります。ありがとうございます。はい、ということで、ブラウクリューガー、シュテルンブラウクリューガーが2枚と、ブラウクリューガーが4枚いただきました。このスリーブも初めていただいたスリーブですね。空の落とし物という、パネルでしょうかね。こちらのスリーブいただきました。かわいいスリーブ、ありがとうございます。それでは、今回の今のトレード開封がこちらの方、アインハルトさんとのトレード開封動画になります。トレード開封になります。それでは、今回はお二人、お一人目こちら、vivio9513 さん、そしてお二人目がアインハルトさん、このお二人とのトレード開封動画の方をお送りしました。それではまた。 VTV ライド。